はい、こんにちは、カラーファクトリーの井上です。今日の題材の風景なんですけど、空はこんなに広くないんですね。ただ、空は広めに描きました。やっぱり空がない風景ってちょっと息が詰まるので、何らかの意図的なことがないと、まあない場合は空はできるだけ描いた方がいいかなと思いますね。あと今日は、この屋根、2軒の屋根がとっても特徴的だったので、ちょっと強調してます。その強調するために後ろの山を写真とは違って色濃くしてますね。あといつもより軒下の影の部分をだいぶ濃くしてます。黒に見えるかも分かりませんが、いつもの通りこれセピアとペインズグレーで言ってますので、実際は黒じゃないです。この原画はね、違います。あと今日は、にじみとぼかしをほとんど使ってないんですね。なのでこういうところが、屋根のアウトラインのところがパキンと出てますね。なのでいつもでしたらこういうところが出ないようにこうにじませるとかね、まあぼかすとかするんですけど、今日あえてパキンと出してます。がゆえにこの辺りとこの辺り、まあこっちの家にするともう全体だと思うんですけど、ちょっとイラストっぽくなってます。もうそれはあえてやってみたんですけど、まあ詳細はいつも通り極端に省略してます。で、パキンとさせるところを全部パキンとさせちゃうと完全にイラストになるので、ちょっといつものその実写感っていうのはちょっと担保したかったので、にじみとぼかしを使わない限り、代わりに筆のスピードを落とさないようにして、かすれとかですね、かすれとかじゃない、かすれです。かすれをもうできるだけふんだんに使って、にじみとぼかしをちょっとカバーしてみました。なのでいつものようなそのにじんでる効果、ぼかしの効果がないので、ちょっと趣が違うと思うんですよね、絵のね。この辺がちょっとパキンとしてます。この辺りが、それ以外がいつものタッチみたいな。なのでちょっとこの辺が強調されるんじゃないかなと、この2軒の屋根のあたりがね、という感じでやってみました。ちょっといつもと違うんですけど、何か参考になりましたら、参考にならないですかね、やってみたいという方おられましたらやってみてください。ポイントは、筆のスピードをできるだけ落とさないことです。多少荒っぽくなっても構わないです。そんな感じですかね。はい、じゃあ今日はちょっと変わった、作風にしてみました。以上です。